たびたび動画でもご紹介してきたスフィアライトライジングですが、今回は取り付けを見てみましょう。開けると一つ一つのパーツがこうやって個別に箱に詰められています。これが本体ですね。他によいしょ、ここが3つ入っています。それともう一つスフィアライトのステッカーが入っていますね。縦長の箱、これを開けると中にコードとコントロールユニットが入っています。これですね、結構軽いです。小さいものです。平べったい箱を開けると取扱説明書とタイナップが入っています。コントロールユニットの固定用ということですね。2本入っています。このタイナップは結構頑丈な、すごくその辺の100均で売ってるのと訳が違う頑丈なタイナップで固定にかなり役に立ちました。スフィアライトライジング、こんな感じでアルミのかなり重厚な感じがして高級感のある台座みたいです。 LED が左右に2個ずつついてますね。これがハイローなんだと思います。ヒートシンクのアルミも結構アルマイト仕上げで質感がいいものです。スフィアライトライジングとスフィアライト、2種類ありますが、こちらのスフィアライトライジングの方が高級バージョン、ちょっと上位機種なんですね。スフィアライトとスフィアライトライジングと見た目の違いは、スフィアライトの方はこういうアルミの削り出しじゃなくって、ブレス加工された板の集合体だったりするんですね。ちょっと作りが違うのと、スフィアライトライジングは日本製メイドインジャパンっていうのが特徴です。スフィアライト自体は共通の特徴っていうのは、ここが放熱フィンがファンが入っていないということですね。電動ファンが入っていると、せっかく LED が高寿命でもファンが壊れたら結局バルブ自体の寿命が短くなってしまうということなので、本来の LED の長い寿命を有効に使うために電動ファンが入っていないというのがスフィアライト LED のシリーズの特徴です。フィンの形状もかなり違います。スフィアライトの方はこう横の円盤みたいなのがドラッと並んだ形、プレスの板なんですけれど、こちらはこういう縦になっているフィンが特徴です。スフィアライトとライジングの大きな違いは、機能的にも、明るさが少しライジングの方が明るいですね。あと色温度も 5500K、 少し暖色系に振ってあるのがこれの特徴です。と消費電力は 20W、 そこは変わらないのかな。LED の特徴的な寒色系、青白系のライトですと見た目は明るいんですけど、路面の照射力、路面の凹凸を浮き上がらせてこうちゃんと照射する能力っていうのがちょっと低くなってしまうんですが、これはその対策、ちょっと黄色っぽい方へ振ってある、暖色系に振ってあるっていうのと、あとは車検がですね、スフィアライトの車検対応になっているんですが、実際にバイクで通らなかった人も結構いるんですね。通らない、完全に通らないわけじゃないんですけれど、通る通らないの差が出てしまう時があります。機種によってなのか検査上の差なのかはちょっとわからないんですけれど、そういうのも色温度で実際に照度が出ているのに照度不足っていう判定になってしまうことがあるので、その対策で少し黄色いラインを振ったというのを聞いています。ではいよいよ取り付けをやってみましょう。はい、取り付けるときにですね、これがこれになってますね。このカラーの形が普通の H4 バルブと同じ形をしてますが、ここから外れるんですね。こうやって返してください。よいしょ。このカラーの部分だけを先に通常の H4 バルブと同じように、ここにワイヤー固定ですけどガシャッとはめちゃうんですね。でこれを先にはめておいて、後からユニット、バルブの発光ユニット本体をこう差し込んで回して固定するっていうやり方になります。すごく簡単です。何回かやってるので普通のバルブと同じぐらいの手間でできるなっていうのは感じています。
ます。まず普通に H1 バルブのよいしょゴムを外して。まず普通にバルブを引っ込みます。次にこのアルミのガッチリしたカラーを先にさっきのバルブのように差し込みます。こうやって普通のバルブと同じようにガサッとはめて、ワイヤーで固定します。もうこれで、ベースの取り付けは終わりです。通常はここでこのゴムカバーをしてしまうんですが、よいしょ、こうやってつけちゃうんですけど、そうするとついてる状態が見えないので、一回ゴムカバーなしでバルブをはめてみます。ここにボッチがついてますね。このボッチがここのよいしょスリットにここへ来るんですね。こうです、見えるかな、ガシャッ、結構ねアルミでいい質感でこうガシャッて入るんですよ。でここをよいしょガチャひねって固定して終わりです。もう本当にはめるのが一瞬です。後ろの飛び出し具合、ノーマルのバルブに比べてほとんど差がないぐらいですね。後ろの飛び出し量っていうのはほとんどノーマルと変わらないです。ただ問題は後ろから先にカラーをはめたところに後ろから差し込むためにライトの後ろ側にクリアランス、隙間がないと取り付ける時、取り付けた後ではなく取り付ける時に少し後ろ側にスペース、余分なものが必要なんですね。後ろに何か機械が詰まってギリギリにクリアランスの状態だと取り付けることがちょっとできません。その場合はライトユニットごと外して、ライトユニットにバルブを挿入してからまたライトユニットをはめるというちょっと面倒くさいことになりますが、通常のこういう、SS 車両であるとかカウル付きの車両であれば後ろ側にライトバルブ、ちゃんと隙間が空いてますから問題ありません。こんな感じで、ゴムカバーをはめます。まだバルブがついてない状態なので、覗くとこんな状態になってます。よいしょ。スフィアライトをはめてみます。コリコリ。こうアルミのいい感触がカシッとして、でカチャンはめて、はい、これで終わりです。これでスフィアライトがくっついた状態です。でここにさっきのコントロールユニットをつけるわけです。ちょっと訂正です。この端子先にはめてから刺した方が良さそうです。刺してからバルブを刺してから端子をはめるとちょっと面倒だったので先に刺してからつけることにします。なんかこのバルブですが隙間から水とかかかって洗車大丈夫なのと思いましたが、スフィアライトの方に伺ったところ、これ丸ごとボチャンとバケツの水につけちゃっても大丈夫なくらい防水はしっかりしているそうです。バルブ本体を水につけちゃってもこのユニットを水につけちゃっても大丈夫なくらいだそうです。ただ、実際に水につけると不純物とかがくっついたりしますので、発光体ですのであまり良くないので実際にはやらない方がいいかと思いますが、それぐらい防水性はしっかりしています。コードが繋がった状態です。スクリューですのでちょっとしっかりめにつけておいた方がいいと思います。なお、これアルミでガラス面じゃない部分っていうのは一応金属ですから、普通のハロゲンバルブのようなガラスに触るとそこから焼けちゃうよ、焦げちゃうよ、壊れちゃうよっていうことはないんですが、このレンズユニットはもちろん発光体を触っちゃダメですけど、このアルミの部分触っても大丈夫は大丈夫ですけど、一応発熱して発光する内部部分なので、できたらあまり触らない方がいいそうです。比較のために反対側の目につける黄色は、黄色の強いこの2300ケルビンか、もうちょっと黄色が弱いですけれど、明るさの強いこの黄色いの、
一つからテストしてみます。つけてみます。ビデオだともうちょっと自動露出が効いてしまうので暗めに映ってしまいますけれども、肉眼で明るかったです。すごいですね。 LED 実質3倍の明るさっていうことですけれど、びっくりしました。